2016年10月ドラマ火曜日夜10時 TBS 系列逃げるは恥だが役に立つ。結婚とはイコール恋愛プラス家事である。夫イコール雇用主、妻イコール従業員という不思議な関係。結婚という仕事、あなたはありですか？さらには就職難、派遣切り、事実婚、高齢童貞、晩婚化など今現代社会で気になることまで詰め込んだ新感覚の社会派ロールプレイングラブコメディ。公式サイトのイントロダクションによると、職なし彼氏なしの主人公森山みくりが恋愛経験のない独身サラリーマン津崎平正とあることがきっかけで仕事としての結婚をすることに。夫イコール雇用主、妻イコール従業員の雇用関係で恋愛感情を持たないはずが、同じ屋根の下で暮らすうち徐々にお互いを意識しだす妄想女子と産男。果たして契約結婚の行方は。原作は講談社の女性向けコミック雑誌月刊キスで連載中の海の津波の漫画で、2015年に第39回講談社漫画賞少女部門を受賞している大人気作。主人公森山みくりは性格は真面目で頑張り屋、人当たりもいいが時折突拍子もないことを言うのは父親譲り。そして厳しい現実から逃れるように妄想する妄想女子でもある。就職活動で内定がもらえず文系大学院に進み臨床心理士の資格を取得するが、またも全滅。どうにか派遣社員になったのはいいが、すぐに派遣切りに遭い、現在は休職中。大学時代の彼氏に小賢しいと言われたことがトラウマで、恋愛にも結婚にも踏み出せずにいる。ふん。で、森山みくりを演じるのは、昨年2015年10月クール、日本テレビ、おき手紙京子の備忘録以来、1年ぶりの連ドラ主演となる新垣結衣。TBS の連ドラに限るとね、2013年4月クールの日曜劇場空飛ぶ広報室以来3年半ぶりの主演。うん。で、そんなね、新垣結衣扮するヒロインを取り巻く登場人物とキャスティング。まずみくりの契約夫であり雇い主となる IT 会社に勤める地味なサラリーマン津崎平正。兄弟卒、性格は超真面目で曲がったことが大嫌い。35年間彼女がいたことがないプロの独身であると自負している。演じるのはね、現在 NHK 大河ドラマ真田丸で徳川秀忠を演じている星野源。うん。 TBS の連ドラレギュラーは昨年2015年10月クールコウノドリ以来1年ぶり。そして津崎の会社の後輩でスーパーハイスペックイケメン風見亮太に、韓国で俳優として活躍中の第二のディーン・フジオカと注目されている大谷亮平。結婚に対しては役に立つ相手であればしてもいいと思っているが、一人でホッとする時間が欲しいと思っており否定的。続いて津崎の同僚でゲイの沼田頼綱に古田新太。料理上手で性格は穏やか、津崎や風見の良き相談相手でもあり、隙あらばと津崎を狙っている。同じく同僚の日野秀氏には藤井隆。津崎の周りでは唯一の常識的な人間だが、ちょっとテンションは高め。一方みくりのおばで化粧品会社に勤めるバリバリのキャリアウーマン土屋ゆりに石田ゆり子。生涯独身で生涯男性経験はなし。みくりとは飲み友達のような関係で良き相談相手でもある。そしてみくりの父親森山栃夫に宇梶隆、母親の森山さくらには富田康子。とにかく天然系の超ラブラブ夫婦。さらにみくりの親友で波乱万丈な元ヤンで一児の母田中康江には真野エリナ。で、その他には成田凌、山賀琴子、古舘寛治、諸諸岡、高橋ひとみ、高橋陽、葉山翔の、古畑聖夏、細田義彦、高山優子も出演。うん。まあ何気にね、
結構大河ドラマ真田丸組が混じってるのも興味津々ね。うん、ということで何はともあれ逃げるは恥だが役に立つ、楽しみにしたいと思いますね。はい。